話をしよう。これは今から数ヶ月後に発売されて、発売前からもうすでに神作になることが決まった VR ゲームのお話。いやあ、せつなケースだよ。というわけで、とてつもなく期待値が高い VR ゲームがあるので、皆さんに紹介したいと思います。その VR ゲームの名前は、ディスクロニア、クロノスオルタネイト。こちらのゲームがですね、発売前からすでにすごい作品であると盛り上がっているゲームでして、こちらの方ですね、皆さんに今回の動画でどういかにして神作足り得るかというのを伝えたいと思いまして、この動画を作りました。皆さんにこのゲームのことを味わってもらえればなと思います。この楽園は夢に裁かれる。物語の舞台はですね、海上都市アストラムクローズ。この町はですね、外界から隔絶された海上都市でして、とあるシステムによってあらゆる犯罪が予防される平和な町です。そのシステムの名前は、オーグメンテッドドリーム。生体ナノマシン、カイロスを保有する全住民の夢を統合して、彼らのメンタルのケアと、観察を夢の中で同時に行うようなメンタリングシステムですね。それによってですね、心の闇が生じる余地をなくして、あらゆる犯罪を未然に防ぐという効果があります。それによって、この街での犯罪発生率は、なんと 0.001%。これによって、滅びに瀕する人類の最後の楽園と言われております。やばで、人類滅び入りしてんのって、そういうやべえ世界観なんですよね。しかし、楽園と呼ばれるこの都市で、起こるはずのない事件が発生します。しかも、それは、都市の創設者であり、システムの開発者である、アルバート博士が殺害されるという、殺害事件です。主人公は、特別監察官に着任した、ハル。彼は、都市からの要請を受け、この異常事態を解明すべく捜査に当たる。そんな感じのストーリーです。なぜ博士は殺されたのか。この美しい都市に一体何が起きているのか。左手に宿る隠された過去を暴く能力で、真実に近づくほどに危険は増していく。12年間動くことなかった時計塔。その終末の鐘が鳴り響くとき、最後の7日間が幕を開ける。というわけでですね、ジャンルは謎解きアドベンチャーです。今の文章はですね、結構公式サイトからそのまま引用してきた文章が多いんですけども、もうこれを聞くだけでも結構、気になるワードとか結構出てるでしょ。ファンの間ではですね、いろいろな考察がすでに行われてまして、特に注目すべき考察としては、殺害されたのがですね、そのシステムを作り出した博士なんですよ。っていうことは、そのシステムに疑問を持っている人間がいて、そいつが犯行を繰り出していると。平和な街に仕上げているはずの、みんなが平和に感じているはずなのに、しかし、何かしら、それを抑止と思わない勢力がいるのか。もうこんな感じで考えたらね、もうこのゲームにいた人期待値ってめちゃくちゃ上がりませんか皆さん。もうストーリー紹介の文章を見るだけでもですね、ここまで書き足せられるものがあるんですよ。たぐれ、夢中のその先よ。具体的には、パートが2つに分かれておりまして、現場を調べて証拠を集める捜査パートと、犯人を告発する尋問パートに分かれております。ってことは結構、過去作、他の作品で言えば、逆転裁判に近い特殊システムもあるかもしれませんね。なんていうか、証拠を、集めた証拠を提示して進めていくような部分もあるんかもしれません。捜査パートは、いろいろなものを手に取ったり、動かしたりして、
謎を解きながら事件の真相を究明していくパートになります。そのアクションによっては物語の展開が変わっていくかもしれません。場合によっては突然窮地に追いやられることも。丸一エンディングなんでしょうかね。展開によっては悲惨なエンドを迎えるかもしれません。そういうのもちょっと面白そうですね。何回も周回したくなる感じがして。先ほどのストーリー紹介でですね、左手に宿る隠された過去を暴く能力って言ったと思いますけども、それの名称はメモリーダイブ。主人公のハルはですね、左手で特定のものに触れることでそのものの過去にアクセスすることができて、他者の記憶に入り込むことができます。そのものに宿られたその持ち主の記憶っていうんですかね、を知ることができるんですよ、主人公のハルは。それによって過去にダイブして事件の真相を明らかにできます。いや、チートやん普通のチートやしな分かってしまうで、それで犯人。でもね、その能力で見たことっていうのはですね、ハルが見たことであって、世間的に言ってもそれを信じてもらうわけにはいかんじゃないですか。なのでそれによって知ったことでを元に新たに証拠を集めて、場に出せるような、みんなに信じてもらえるような証拠を手に入れることで事件を立証するというのがこのゲームのシステム。異能系のただの謎解きゲームじゃなくて異能系の能力も持っとるらしいわなんか心惹かれるような要素が多いなもちろん主人公のハル以外にも結構こういう能力を持っとる人が何人か出てくるみたいなんですけど、まだちょっとその方の情報はよく出てないので、それはお楽しみですね。そして審問パートでは、退治するのは都市の最大幸福を守る番人、最高権力を持つ巨大な統合人工知能、つまり人工知能がですね、言うならば裁判官ってことになるんかな、集めた証拠を用いて事件の真実を証明します。統合人工知能を解き伏せることが勝利条件となります。審問中には市民の同情パロメーターがリアルタイムで変化します。臨機応変なアクションで民主を味方につけ、盤上を支配してよ。パロメーターで結構エンディングとか変わったりするんかなってちょっとこの辺も気になるってくるとこですけど、すごいと思ったそこのあなた、驚くのはまだ早い。さてここら辺で視聴者さんにこのゲームがいかにすごいか説明できる3つのポイントを説明したいと思います。1つ目は圧倒的魅力が詰まったキャラクターたち。こちらを見てください。このキャラクターたちが現時点で公開されているこのゲームディスクロネに登場するキャラクターたちです。このキャラクターたち一つ一人個性が強いですし、デザインがすごいですし、何よりですね、担当している CV 声優さんがですね、もう皆さん一流の声優で豪華人が揃ってるんですよ。どんなキャラクターなのか、声優が誰なのかっていうのを一つ一つ説明したらキリがないので、そちらちょっと公式サイトの方に飛んでみてチェックしてもらえればと思いますが、真ん中にいる主人公のハルに、左から2番目にいるのが、説明にもあったアルバート博士ですね。あと、ロボットの女の子キャラっていうものがおるわけですね。このように、見ただけですごい興味を抱かれるようなキャラクターたち。このキャラクターたちがですね、このストーリーの中、どういう立ち回りをしてくるのか、すごい楽しみです。二つ目、クラウドファンディングの盛り上がりがパネー。このゲームのクラウドファンディングは確か7月だったかなに開始して1ヶ月ぐらいやいよったんだったっけね。さてここで問題です。このゲームのクラウドファンディング目標金額は400万でした。しかし始めてみればその400万っていう金額あっという間に集まってしまいました。さてどれくらいの期間で集まったでしょうか。シンキングタイムスタート。はい、ここまで、はい、ここまでです、ここまで。正解はですね、きっちり測ったわけではないんですけども、約4分です。
早い。いや、俺ね、開始時間ぴったしにですね、ページ入ってさ、どのコースにしようかなーって迷っとる間にはもう400万達成しよったってわけですよ。最終的な金額どれぐらい集まったかって言ったら、確かその5倍の金額2000万は集まっとったね。言っとくけどですね、これ発売の半年前ですよ、クラウドファンディングやってたんて。もうそこからもう前作までのファンがですね、もう今作も神作だって思ってなかったら、ここまでの金額集まらんでしょ、そりゃ。もう、これがたくさんのファンを抱える、ファンに期待されてるってことを裏付ける何よりの証拠かもしれませんよ。そして、三つ目。圧倒的人気助っ人の参入。このゲームにはですね、シーズテーマソングっていうのがありまして、要はこのゲームを象徴するかのような、一番重要なテーマソングですね。なんとその曲を担当している人がですね、あのホロライブの星町水星さんです。とうとうマイディアレスがホロライブを味方につけてしまった。星町水星さんがどれぐらい人気なのかはもう皆さん言うまでもないでしょう。ホロライブですよ、ホロライブ。曲名はセブンデイズって曲なんですけど、すでにその曲を使った PV が動画がYouTube にアップされてます。この動画の説明文にその URL 貼っておきますんで、興味があったらそちらの方覗いてみてください。すごいおしゃれな曲なんよな。この動画を見てこのディスクロニアってゲームをやってみたい、欲しいと思ってくださった方がおられれば幸いですが、そんな人のためにこのゲームがいつ発売されるのかっていうのを説明しておきたいと思います。このゲームはですね、対応ハードはオキュラスクエスト2です。オキュラスクエスト2以外の VR 機器にどう対応してくるのかっていうのは未だちょっと未定で、もしかしたらクエスト2以外の VR 機器には対応しない可能性もあります。そこは気をつけてください。リリースは3部作に分けて発売されまして、第1章が2022年の春、第2章が夏、第3章が冬と3つに分けられて発売されます。でですよ、この動画を見て、ディスクロニアっていうすごいゲームがあるんじゃ、確かにすごいけど、VR かーって思う人おるでしょ？ VR ゴーグルとか、ちょっとよくわからんし、ちょっとお金もないからなかなか買うに至らないなーって思う人がたくさんおるかと思います。ご安心ください。このゲーム、Nintendo Switch でも発売されます。Nintendo Switch 版はですね、さすがにちょっと VR 版ではないんです。ノン VR になってしまうんですけど、スイッチでもちゃんと操作できるように今開発されているようでして、スイッチ版はですね、発売は2022年冬にフルパッケージ、つまり第1章から第3章をまとめて売るような形で、 VR 版の第3章発売と同時に発売されます。つまりちょっと始められるのがちょっと遅れるんですよね、 VR 版に比べたら。それでもさ、 VR ゲームをさ、ノン VR でできるようにさ、今結構たくさん持っている方が多いイメージがあるスイッチに移植してくれるわけですね。 VR が手に入らなくてもそちらで遊べるようにしてくれるっていうさ、ところが素晴らしいと思います。これでたくさんの人がディスクロニアに触れれるっていうきっかけが作れるわけですね。というわけで今回は VR ゲームディスクロニアについて説明させていただきました。この動画を見てこのゲームのことをもっと知りたいっていうか、やってみたいと思う方がいられたら幸いです。この動画の説明文にディスクロニアの公式サイトと Twitter の URL の方も貼っておきますので、気になった方はそちらに飛んでもらえればと思います。というわけで今回の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。さようなら、シーアゲ。